ランナーがまたスタートを切った。盗塁成功です。コモブチどうしましたか。これどこか痛めたですね。あ、今のプレーです。スライディングした時ねえ、そんなに無理なあれはないですけど、そんな感じではなかったですけどね。なんか左肩ちょっとあれですね、左の肩ですか。あ、これはでもちょっと心配ですね。立ち上がれません。あ、今もう一度見ましょう。あ、ここでひねったんですかね、あのスライディングした時ですね、はい、これはちょっと厳しいかもわからないね。これ脱臼などしていなければいいんですけどね。あ、ちょっと馬淵監督も心配そうです。無理かいけるかという感じなんですが、やっぱちょっとこうスライディングの時に足をひねったかなんかですね。これ肩、左肩ですね。です足ではなくて、はいはい、左肩がこうダラーンともう下がった状態になってますが、いやー、しかしこれね、コモブチがダメになるとね、大きな戦力ダウンになってしまいますが、左肩ですね。ただこれ肩がねちょっと抜けた状態。あ、今馬淵監督が相当コモブチ痛そうですけどね。ああ、ちょっと抜けてるんでしょうね、かもわからないですけどね、ああ相当痛そうですね。いやいやいや、片岡さんベンチ元気よく飛び出して